皆さんこんにちは、森井奈緒です。今日はチューニングのベーとかそれより上の音がなかなか出ないという人のためにレッスンをしていきたいと思います。それより上の音、今ハイベーまで吹きましたけど、上のソーとかラーぐらいまで出るようになると結構いろんな曲が吹けるようになるので、早く出せるようになりたいなって思ってる人もたくさんいると思うんですよね。チューニングのベーって言い忘れてましたけど、チューニングするとき、チューニングってね、吹奏楽とかでみんなで合奏する前に音を合わせることなんですけれども、その時に吹く音のことなんで、まあ、チューニングの時に吹く音っていうことでチューニングのベーっていう風に呼んでます。この音より上の音が出ないっていうコメント結構あるんですよね。あと私 LINE の公式アカウントをやってるんですけど、そこでも同じような質問をよく受けます。なんで出ないんだろうなっていろいろ考えてみたんですよ。私ももちろん一番最初から出たわけではなくって、もう20年ぐらい前のことなんでね、すごいうろ覚えなんですけど、どうやって出たかなっていうのを考えて、まあいろいろ思いつくことがあったので、皆さんに当てはまるかはわからないですけど、参考にしていただければなと思っています。まず私皆さんに言いたいことがあるんですけど、結構ね、相談してくるタイミングが早すぎる人いるんですよ。どういうことかっていうと、私トランペット始めて1ヶ月なんですけど、まあ音階ドレミファソラシドは力入ってますけど、とりあえずなんとか出るようにはなってきたんですが、それより上の音がなかなか出ないんですよね。どうしたらいいですかっていうことなんですけど、まあよくよく考えてみたら、そりゃそうだろう、だって1ヶ月でしょっていう感じなんですよね。私からしたら何年やってると思ってるんだよって言いたくなるんですよ。まあでも皆さんね、悩んでるので、まあ丁寧にお答えさせていただくんですけど、1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月出てもですよ、そこでまだ判断するのって早いかなと思うので、とりあえず練習をコツコツと続けていくことがまず最初は大事だと思います。あとどれぐらいの時間を練習に費やせるかも結構重要だと思います。特に最初はすごく力が入っちゃうじゃないですか。私もすっごい力んでましたからね。でも練習していけばどんどん慣れてくるので、練習量っていうのがすごく重要だと思います。音を楽に出すために口の周りの筋肉口輪筋で支えるんだよとか、お腹の下の筋肉丹田で支えるんだよとか、いろんなことを動画の中で言ってますけど、その感覚ってね、練習しないとつかめないんですよ。体の使い方って人それぞれ体の大きさも違いますし、唇の形も違いますし、息の量も違うじゃないですか。人それぞれなので練習で掴んでいくしかないんですよね。毎日練習するのがもう絶対いいんですけど、けどまあよく言ってるのが、週にまあ2回とか3回は最低やってねっていうのを私は言ってて、まあそれよりやっぱり少なくなってしまうと忘れちゃうんで、やったことをね、特に初心者の時は。なので最初はね、やっぱり詰めて練習するっていうのがすごく重要じゃないかなと思います。ちゃんと練習していて1年以上経つのにドレミファソラシドより上の音がなかなか出ないんですよねっていう人とか、ドレミファソラシドもあんまりちゃんと吹けないんですよねっていう人は、もしかしたらやり方が間違ってるかもしれないので見直してみた方がいいと思います。可能であれば近くにいる自分より上手な人、例えば先生とか先輩にアドバイスをお願いしてみてもいいと思いますし、そういう人をね、観察するのもすごくいいと思います。自分との差をね、確認することができるのでね、すごくいいと思うんですね。あと私ね、アドバイスをしてほしいなっていう人は、LINE の公式アカウントに自分の演奏動画を送ってください。これ以前のね、動画でも何回か言ってるんですけど、やっぱりね、見ないとわかんないんですよ。音が出ませんっていうコメントよく来るんですけど、音が出ない原因っていうのは本当に十人十色なので、なので自分のね、演奏動画、できればちゃんとアンブシュは自分の口の形も映して送っていただくと、すごいね、原因解明に役に立つので、皆さんよろしくお願いします。あと、これ大人はあんまり関係ないんですけど、子供たちはね、聞いていただければなと思うんですが、体が成長すると、吹けるようになったりとかすることがあるんですよ。私本当にそうで、私小学校の3年生からトランペットやってるんですけど、すごく小さかったんですよね。なのでトランペットも重いですし、あと息もね、少なかったので、音は出るんだけど、すごく弱々しい音だったんですよ。でも、5年生とか6年生ぐらいですっごい身長が伸びて、その時にね、トランペットもすごい吹けるようになったんですよ。なので、体、身体的に、不十分な部分があったので、それがまあ改善されて吹けるようになるっていうこともあるので、なので、成長期の時っていうのは体の成長とともに吹けるようになることもあるので、まあ、あんまり心配せずに長く続けていただいたらいいんじゃないかなと、子どもたちに対しては言いたいなと思います。最後に皆さんにアドバイスしたいことがあるんですけれども、チューニング
のベーより上の音ってある程度出ないと曲が吹けないので、もちろん練習はしてほしいんですけれども、それよりも音が綺麗であるっていうことの方が重要だと思います。たまにねいるんですよ、高音だけギャーって汚い音で出して、どうだ出てるだろうえへんみたいな人いるんですけど、それはあんまり意味がないと思います。やっぱり低音から高音まで同じような音色で綺麗に吹けるっていうことの方がすごくね大切だと思いますね。高音を出すためにも低音もしっかり練習してください。なので私がいつも動画の中で紹介しているロングトーンの練習パターンとか、リップスラーの練習パターンとか、皆さん動画見ましたか？あれをね、ぜひ毎日練習していただきたいなと思います。毎日練習できない人は最低でも週に2回、3回ぐらいは練習していただければなと思います。基礎練習本当に重要なので、なのでね、地道にそういう練習を続けていただくと、ちゃんと低音から高音までしっかり出るようになると思います。さて、皆さんいかがでしたでしょうか？この動画が役に立った、面白かったという方は、高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。いつも動画の中でも言ってますけど、トランペットって上達するのすごく時間がかかる楽器だと思うんですよ。たまにね、すごい天才がいるんですけどね。でもそういう人って100人に1人いるかいないかぐらいだと思うので、ほとんどの人は地道な努力をしていって、やっと花開くっていう感じなので、皆さん地道に練習続けていきましょう。私も練習頑張ります。ということで、また次の動画でお会いしましょう。モリーノでした。バイバーイ。